はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきます。今回はね、焼酎ですね。すだち酎というね、穴見の香り、ちょっと読めないんだけど、農林水産大臣賞受賞。農林水産大臣賞ってなんだ？聞いたことない。日清酒類株式会社。すだち酎の美味しい飲み方。オンザロック、舌に転がすようにダイレクトに楽しみたい。大きい氷でゆっくり溶けていく味わいの変化をご堪能ください。お湯割り。毎日の晩酌には、いつものお湯割り。すだちの香りが一層濃く深く味わえます。アロマ効果で、身も心もホットに。ソーダ割り。すだち酎のフレッシュな、持ち味がさらに引き立つソーダ割り。薄めに作れば、ビール感覚でお召し上がりいただけます。こちらが、アルコール度数が 20%。徳島県の会社です。日清酒類株式会社。で、原材料名が、焼酎香類と糖類とすだち果汁、かっこ徳島県産と酸味料と、調味料、かっこアミノ酸などとなってます。天然果汁由来の成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。で、値段がね、700円ぐらいだったかな。で、無色透明ですね。うん。色は、ほぼついてない。うん。で、ちょっと気になるのが、これ、すだち果汁って書いてあるんだけど、原材料名に。ただ、果汁何パーセントなのかが書いてないんですよね。うん。だから、本当に入ってんのかという感じではあるんですけど。わかりません。まあ、アルコール度数25度ではなく、20度っていうのもちょっと気になる。まあ、飲んでいきます。とりあえずね、ちょっとストレートでいただきましょう。まあ、本来はこれ多分、氷入れてさ、ソーダ割りで飲むんだろうけど。まあ、本来っていうかね。あ、うん。あ、すだちだ。うん。それじゃ乾杯。あ。あー。あ、ほのかに甘い。いや、甘くはないのか。あの、すだちのね、ほとんど酸味がないですね。うん。酸味がない。うん。香りだ、これ。すだち酎。うん。酸味はほとんどない。あの、すだちの香りと、ちょっと甘い。焼酎の甘さかな。うん。こちらがね、720ml です。すだちは徳島県原産の柑橘類です。あ、そうなんだ。ゴルフボールぐらいの大きさで色は濃い緑色をしています。徳島県産の8月下旬から9月下旬に収穫されたすだちを丸生絞りし、みずみずしい果汁を急速冷凍し、香りを封じ込めました。そのすだちを使ったすだち酎は、すだちの、酸味と程よい苦味がマッチし、すっきりとした味わいです。おすすめの飲み方。グラスにできるだけたくさんの氷を入れます。すだち酎を6対、冷たい水を4入れて割れば、すだち酎の水割り。あえてその、
すだちを6に、すだち中6に対して水4ってことは、水の方が少ないんだな。すだち中を丼鉢に注ぎ、氷を浮かべれば、丼のすだ、丼すだち中の出来上がり。お好みによってすだちの輪切りを浮かべれば、さらにすだちの風味が増します。だそうです。あ、でも、甘いし、結構香りもするわ。氷を使ってんのか、これ。あ、氷を使ってないな。すごい。氷を使ってなくて、この、すだちの香りがすごいぞ。すごいってこともないけど、結構やっぱ、あれだね。ストレートで飲むと結構味するね。香りっていうか。味っていうか、香りっていうか。この会社はですね、日清種類株式会社。こちらがですね、このサイトに行ってますが、このすだち中というのが、どうやら結構種類あるらしくて、このすだち中に、このすだち中の辛口っていうのと、でさらにすだち中エクセルっていうのと、スーパースダチ中っていうのと、すだち中甘口というのと、あとすだち中ボルティスラベルっていうのもありますね。なんなのこのボルティスバラベルっていうのは。訳がわからん。あ、ラベルが違うだけかよ。びっくりさせやがって。なんだボルティスラベルって思った。びっくりした。あ、すだち中の甘口はアルコール度数10度。少な。これ普通にロックでもちょっとおかしいぞ、これ。10度はきついろ。10度はきついで。蜂蜜も入ってますね、これね、10度。で、辛口の方が25度。で、焼酎香類に加えて、焼酎おつ類も入ってるみたいですね。で、エクセルっていうのが、アルコール度数20度。何が違うのかっていうと、あ、すだち中よりもエキス分が高めと書いてありますね。で、スーパースダチ中。多分これが一番高いやつなのかな。値段が1400円ぐらい。これがウォッカになってますね。あ、焼酎じゃなくてウォッカになってるんですね。ウォッカでは、ウォッカのすだち割りみたいな感じなんですかね。アルコール度数が25度。なるほど。うん。このすだち中はね、結構ね、前から俺のちょっとね、どこのスーパーでも売ってて、飲んでみたかったんですよね。それでまあ、うん。案外、ストレートで飲んでも、まあこれロックで飲んだ方が美味しいんかな。度数20度だから、まああれだけども。結構美味しいですね。うん。ちょっと今ぬるいんで、あれなんですけど。ストレートというかロックで飲んだ方が美味しい。あとは、この会社はいろいろ作ってますね。日本酒も作ってるし、本格焼酎も作ってる。そして梅酒とかワインも作ってるみたいですね。まあ、徳島県じゃなくてどこだっけ？徳島だっけ？徳島県ってのがま、どこにあるか俺わかんないんですけど、どこなんですかね？鹿児島のあたりかな？なんかそっち方面だよね。すだちってことは、すだちが原産地ってことは、多分結構あったかいところ。うん。多分ね。うん。なるほど。本格焼酎。ナルト金時、これナルト金時って言うんだっけ？ナルト金時焼き芋焼酎。うん。
とかありますね。まあどちらにしろ聞いたことがない、個人的には見たことがないですね。ナルト金時知らないな。日本酒も見たことない日本酒ですね。まあ大体新潟の方には流れてこねえか、日本酒は。梅酒も見たことない。こっちで新潟で見たことあるのっていうと、すだち中のこれだけですね。辛口とかは見たことない。うん。辛口とかのレクセルとか甘口とかなんて、一切見たことないね。すだちか。なんかこれすだち音見るとさ、あの、焼酎ハイボールのすだち音飲みたくなるね。どうでもいいけどね。ああ、なんか、え？あ、すだち酒みたいなのの作り方とか書いてあるわ。もういわゆるこれですよね。これを作るみたいな。いわゆる梅酒と作り方はほとんど同じ。ああ。なんか作り方も書いてあるわ。なるほど、なるほど。これはあれだな。これはまあ、とりあえずソーダ割りで飲んでみるべきだね。ロックはまあ、だいたい味は分かったから、あとソーダ割りとかで飲んでも美味しいかもね。うん。ストレートで飲んだ感じで言うと、結構甘い。うん。焼酎の甘さなのか、すだちの甘さなのか、糖類、あ、これ糖類入ってるからか。あ、道理で甘いわけだ。これ糖類入ってるからですね。だから甘いんです。うん。道理でなんか甘いなと思った。焼酎の甘さ以上の、ね、まあ、糖類が入ってるということ。砂糖が入ってる。ね。でも、香料が入ってないからね。香料が入ってなくて、このすだちの香りは結構すごいな。うん。結構すごいなっていうか。まあ、果汁が何パーセントなのかもわからないんだけど。どんぐらい入ってんのかもよく書いてないですからね。果汁何パーセントとか書いてるんだったらまあわからんでもないけど。エキス分とかも何も書いてないわけですからね。ホームページにも何も書いてないので、まあ、いかんともしがたいですけど、まあ少なくとも酸っぱくは全くない。すだちっていうのは基本的になんか、なんか柚子とライムを合体させたような味するんじゃないかなって思うんだけど、実際のところ、全然酸っぱくない。ただ結構香りがすごいいいんで。ねえ、すだち自体は多分甘くはないと思うんで。さすがにね。あ、でもこれスーパースダチチューとか飲んでみたいわ。あの、スーパースダチチューとかさ。ちょっとすだちのなんか美味しさがこう、手軽にね。すだちって言ってもこっち売ってないからね。売ってでもライムとレモンぐらいだからな。ユズは売ってるか。ユズも売ってるけど、まあ、すだちは売ってねえからな。すだちって言うとどちらかというとね、さっきも言ったけど、まあ南の方の、あとシークアーサーと同じような部類の。もう何が違うかわかんないけどね。シークアーサーとあのすだちが何が違うかわからない。名前以外に何が違うのか。いや全然わかんないんですけど。さらに言うと、あの、レモンとかさ、ライムでもさ、もう個人的にライムとすだちと、あの、シークワーサーって何が違うのか全然わかんないんだよね。もう多分見た目も変わんねえんじゃねえかな。まあ、若干違うか。ライムはなんかレモンっぽいよね、形がね。すだちと多分、
シークワーサーは丸っぽいんだよ。円形なんだよ。レモンと、ライムはちょっと楕円形なんだよ。そんぐらいしか違わないと思う。味の違い、わかる人すごいと思うわ。実際ちょっと飲んだことないかわからんけど。どうなんかね。飲み比べとかしてみたいけど、ないからね。すだちと、ライムと、シークワーサーを食べ比べみたいなのしたことないんで、わかんないんですけど。まあ多分そんなに変わんないと思います。うん。あわ。あ、これあわって言うのか。おわ、あわ。あわの香り。なのかな。あは。あは。アハなのか、アナミなのか。アウア。あ、オウア。オウアだから、何これ。アハかな。ちょっとわかんない。読み方はわかんないけど、まあいいわ。まあ結構美味しいです、これは。まあ普通に氷たくさん入れて、ソーダで割って、うまいんじゃないか、これ。普通にな。これはちょっと、早速ちょっと飲んでみたいですけど。コク、なし、甘み、まあ、そこそこに。香り、うん、まあ、うん、まあ、そんなに強くないけどね。うん、これは美味しいですね。これはぜひ、値段もね、7,800円で買えますね。2334です。ご視聴ありがとうございました。